忠信、まあ、がやっちゃいましたね、やっちゃいました。えーまあうん、時系列でやっちゃってるわけだからこの官報を、えー、当然ですけれど、警視庁の人も見てるわけでしょ。立、ね、花さんが会計責任者を降りたのは2023年の7月3日なわけ、これ、私の7日以内作戦っていうやつで、えーえー、っとね、 34個目、来ました34個目というか9月下旬に橘崇、給料支払わない発言ね、これ、昨日の鎌倉さんの、えー、ライブの、えーまあ、10分頃に、えー、言ってるんだけど、ねあのー、まだそこまでしか見てないけど、まずこれ、えー、忘れないうちにと思って、これくさびを打ってきますけど、ね、こんだけあるんですよ。わかかりますか <laughs> ね 立花隆と大津彩香と黒川敦彦が、ね、3月28日に稽古し3月29日に芝居を打ったとみられる間接的な証拠物がこんだけあるんですよ。ざっくり言っても30何個その1個1個に関して1時間ぐらい警視庁の方にご私ご,ご説明できるのこれが出てきたのはこれこれが出てきたのはこれみたいな。 そそもそもこれ代表権の争いがなぜ起きているのかこれ,がねこれが一番のメインになってくると思うけどね維新の党のパクリをしているのはなぜかパクリ脚本パクってやってってるのかなぜかこれがメインだと思うんだけどねそ,のその間にねあまりにもその芝居に登場するレスラーが多くなってきたんでねこの9月に橘隆が給料を払えないっていうふうに言ったとかって確かに言ったかもしれないけどほころびが出てくるんですよ。 それによって時系列で合わないでしょ。だって7月3日に辞めてんだから、会計責任者。<laughs> 党と全く関係ないでしょ。じゃあ、堀江門神道が関係あるって言っても、それは7月24で切れてるから。ね、9月4日には、全くその党にはタッチしちゃいけない人間になってるわけ。ね。わかりますか、ね、帳簿の受け渡しを単に、えー、10月かわからないけど、その時にやっただけ、やったという見せかけにしただけであり、多分ね、これ私の感想ですけどもね。 であり実態上の,その実行の責任能力っていうのはもうないはずなんですよ。わかりますかそしてじゃあ大津やかがその雇用状態にあるかどうかなんて分かる話でしょだから NDA をまず結んでいいかどうかが分かるはずな話でしょその ?NDA を自分のところの雇用の人だったら盗む結ぶ必要がないわけそもそも。 従業員に対して NDA を結んでおいて、それをやったときになんか罰金とかね、遅刻したら1000円の罰金ですと、キャバクラじゃねえんだから <laughs>、ね、キャバクラじゃねえんだから遅刻したらね国際制度ですよね,ね、えー、罰金ですみたいな、ね、そんな,そんなあるわけないじゃん、雇用状態だったらね。逆に言えば雇用状態で給料をよこせやつのは嘘になるからね。 失業手当分のこれを払ったって、失業、え失業手て雇用状態にあったんですかみたいな。ねね雇用状態にあったんだったら雇用保険払ってるはずでしょ <laughs> ね普通に労働基準監督署に行ったならば、失業保険から会社都合とかそういうやつでね、普通に失業保険払われるわけでしょそもそもが。ねだから、雇用状態にないって見るのが正しいわけでしょそもそもがね。で、その中で、給料払えないって立花隆が言ったっていうのに、9月にね。それは嘘じゃないでしょおそらくね。 そう言ったっていうとほころびが出てくるわけ時系列的にね,ね警視庁の皆さん、ね、7月17日にはあ7月3日には立花、えー、隆が会計責任者から降りてます、ね、<laughs> だからそこから以降の話は、ね、作り話になってくる可能性が非常に高いですよってこと警視庁の皆さん、ねまあ、もうかなり雑になってきてもう取り作う、ね、レスラー増や,増やしていけば増やしていくほど、ね、ほころびが出るんですよ それは完璧な脚本を描けないからね。自由に各々がえーやるわけでしょレスラーたちがやってる時でそのレスラーたちがルールを分かってないんです。そもそもが維新の党のパカリの脚本だということを認識した上でやっていかないといけないわけ。党には派閥がありますよという体から行っていかないといけないわけね。ね、行かないといけないわけ。終わりますかで、NHK 問題はもうすでにやらないよという設定でいかないといけないわけ。 そういうふうに言っていかないとだから、ね、国庫にまず返しなさいよという人が現れない時点でおかしいから、ね、理念が変わってるわけだからいつから変わったかというと7月から変わってるんですよだから立花隆はもう関係ないんです、ね、表面上は実態上は立花隆だらけなん今だ警視庁の人間は民族党というのは立花隆の党であるっていう認識を持った方がいい 実効的に支配しているというふうに握ったほうがいいしそれに対して総務省に私が、ねえー、切り離すように切り離すようにアクションをかけてきた結果がこれだから <laughs>、ね、これでどうなったかというと7月3日からは立花隆は党の運営にか関与しない、ね、ホリエモン新党が関与していたとしてもしそれは7月24まで、ね、7月24までバックデートしたということはそう そういうこと。だから9月からの話は出しちゃいけないわけです。そもそも捜査上に必要な、捜査上で知り得た情報は出しちゃいけないわけ。ね、今、捜査が継続してるんであれば。これがフィックスしてるんだよっていうんであれば、ねえー、あのあのいくらでも出してもいいかもしれないけど、ね、警視庁が今巻き込まれてるわけでしょ、ね。警視庁の資質とかそういうのが問われるわけ、今。 だから、この人たちがペラ,ペラ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 言ってるんであれば、その人たちに対して釘を刺していかないといけないわけ、警視庁は。言っちゃだめです。何言ってるんですかって釘刺していかないといけないわけでしょ。ね。ね、そういうことをしないでペラペラ言ってれば、逆に言ってれば私なんかは、ね、はい。<laughs> どん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 プロレスのね折、ね、原事件とか忠、えー、行のタッチ操作情報漏洩とか、まあ、こういうものであ普通に大津屋家と橘高志黒川敦彦、ね、仲いいんですねっていうのがどん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 積み上がっていくだけの話だから、ねね、誰かコメントくださいましたけどこれに対して一つでも、ね、言論によって反論した人いないからね。 工作員でコメントで湧いてきたやついるけど、ね、仕掛けに対する仕掛け返しとしてやれるのはせいぜいその程度でそれを弾圧していってるから私するとどうなるかっつった私の再生回数が下がりそういう人たちがどんどん去ってくる、ね、まあ新しい人も投入してくるんだけど必然的にね動画公開してるから、ね、これ一つ一つ言ってくださいよねっ滋賀との政党交付金が4月5日に出ているのは 5, 5日ね 4月5日に出てるのはどういう意味ですかや、ね、めるって言ったはずですよね。で、3月31日に立花、えー、隆が会計責任者としてやったわけですよね。ねそのまま行くということは、ね、大津屋が代表ですっていうことでしょ、全部。総務省も全部それで言ってるわけですよ。政党女性法上の変更届出してないわけ。ねえー、警視庁の皆さん、いいですか政党女性法上の、えー、組織変更届出してない。それなぜかって言ったら出しちゃうと変わっちゃうから。 斉藤健一郎に変わっちゃうから出してないんですよ。と、そのまま言ってるわけ、ね。プロレスをずっとやり続けるために、えー、出してないの。決定事項を出してないんですよ。だから斉藤健一郎で行くわけでしょ。あ、斉藤健一郎で、大津谷でら行くわけでしょ。だから斉藤、その間に斉藤健一郎ですって言った行いが、ね、えー、全部犯罪行為になっていくわけ、ね。神奈川県知事選挙、犯罪行為。目黒区議選挙、犯罪行為。ね、この犯罪行為を 総務省が目をつぶっています。捜査機関じゃないから。公務員が知り得ながら、それ全部目つぶってるんですよ。ね、国民も当然ですけど、えー、大津やか派、立花派、全員目つぶってます。ね、これを目開い,、えーね、みんな開いてくださいよっ、つってるのは、私と高沢和成さんという人、たった2人しかいなかった。その他高沢和成さんは動画のやつは全部消した。YouTube の,そのノートのやつだけは残している。わかりますか 公職選挙法違反これマジだから、ね、神奈川県警察に聞いてみてくださいマジだから <laughs> ね、えー、警視庁の皆さん神奈川県警察に言って聞いてんのよマジだから<え>それに関して名誉毀損とか何も来てないですよ私にね,ね、えー、公職選挙法違反マジだからこれ <laughs>、ね、それでマジでやらないんですかってダイレクトメールでやってるからねそれ、えー、私からアクセスしたんじゃなくて大津夜かからアクセスして ね、私が、ね、公職選挙法違反で通報してるからこれやれば間違いなく斎藤健一郎とか、えーね、浜田聡のところにどうなるかわからないけど捜査は入るよじゃあその捜査の情報はいらないのよ別に捜査妨害になっちゃうからただ、ね、警察にやりましたっていう一言が欲しいわけ。 ね、そしたら、えー、警察にやったんですよね、じゃあ警察に電話しますよっ,つって電話して、えー、大津彩か,から出てきてるはずでしょっ,つって言わないから、多分ね、捜査上の秘密ですから言えませんって言うと思うよね、ねそれッ OK なんです、ねやった、本当にやったかどうか分かんないけど、でもこの人たちはほん本当にやってるかどうか分かんないけど、本当にやってるけど、その捜査上のやつをペラ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 ,ペラ言ってるわけよ。 この忠きっていう人は、ペラ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 ,ペラ昨日あたりから言い始めてるの、捜査上のね。それは警視庁は釘刺さないといけないからね、マジで。これ、警察犬の話と同じだから、ね、犯罪捜査規範の第9条違反を犯してってると思われちゃうから、警視庁の人が。野放しにすれば、ねえーね、あなたたちのところにブーメランとしてぶっ刺さってくるから。 税金で仕事をしてないんじゃないんですかって見られちゃうからそもそもがねだから大通やかを過しする方向に持っていかないといけないわけねそもそもがね終わりますかね内部で不正があるかもしれませんよっつったら一番最初に私が簡単にできるのはこれだってもう証拠物あるから2番 公職こ,れこれって一番だから政治活動の中で選挙って一番だから、ね、市民団体か政治活動か区別つかないような団体があるでしょ例えば小木津組と翼の党ってね。 これ、両方とも市民団体に見えるでしょ。市民活動に見えるわけでしょ。でおぎつぐみは選挙で誰かを擁立してないわけ。でも、翼の党は、例えば富山真紀っていうのは、朝霞市議会議員で擁立して、それにポスター貼りとか何とかで杉田隼人と,とか言ってるわけね。杉田隼人っていう人物とか知ってるはずでしょ。警察とかで抑えれてるはずでしょ。麹町警察署の人に聞いてください。警視庁の人は。<laughs> ね、杉田隼人という人物が届けられてるはずでしょ、ねで。それが選挙応援とかやってるってことは政治活動の中でやってるわけでしょ。ね、じゃあそういう活動で一番のメインっていうのは選挙ですよどう考えてもねそ。選挙に関して不正があってるよっつってるわけ私は。 その,その次に言ったのは神奈川県選挙と同じで、ね、立花孝志含め政治家女子48党は、ね、政権放送の不正利用罪の可能性があるので、私は消費者庁にその第一歩として告発してるよって、ね、<laughs> でその政権放送の不正利用罪から遡っていかないと、それはま分かりませんよ。最終的には322万円とか貸し付けの話ですとか、その辺に遡らないといけないわけ。 東京地検特捜部のところまで行かないといけないわけ。NHK 受信料、カタわりサービスとかまで行かないといけないし、視聴料まで行かないといけないわけ。ね。わかりますか <laughs> そこまで行かない,いけないといけないわけね。それが実際にスタートしたら、ね、大津やかとて、私とって、それ言っちゃいけないです。マジだから、ガチンコでね。今、ペラ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 言ってるのはガチンコじゃないからってこと。ね。警察と連携して不正を暴いている体を作り上げたいだけなわけ。 その中でやべえことやってんだってこ,れ <laughs> この30やべえことっていうのは34でもうねえ大津屋が立花派ですって言ってるわけよ私は <laughs> 警視庁の皆さん大津屋は立花派なんですよってね黒川敦彦と大津屋と立花孝が3月29日に芝居を打ったねそれの間接的な証拠物はこれです時系列が合わないですとか直接的なものはないから当たり前だけれどもねないから その間接的に証拠物で言われているやつに対する、これは違うんじゃないかっていうのがないよ、今のところ。動画でアップロードして、大麻大志っていうやつが言ってるこれに関してはこうですっていうのが一切両方からないから <laughs>。それは見てないからじゃないんですよ。見てるんです。だからアクセスしてきたから。ダイレクトメールでアクセスしてきたから。見てるんです。 見てるわけないっていうことがないわけ、ね。じゃあ、見てないと100歩譲って行ったとするならば、この7日以内作戦とかは訪れないわけ。だからこれ、私の動画ずっと見てる人だったら、もうこれでプロレスだって分かった人がいるわけ、ね。届け出を出してないというやつが、無う証物があるんだから、関節で。ね、警視庁の皆さん、いいですか <laughs> ね、届け出してないから代表権の争いが行われてるんですって。ね、届け出してないっていうのを確定したのよ。ね 7月の3日と7月の14、えー、17のやつは出したことになってるわけだから昨日のライブ配信のね鴨浦さんの、えー、まとめて言ってたのね7月の下旬あ9月の下旬に、えー、ね橘さんと話したんですねとかって言ってるやつがもうその時点でえどういう権限を持ってしてやるんですかっていう矛盾が生じてくるわけわかりやすいでしょいいですかこれ。 大津屋が代表で代表権の争いをしていないんですよ。えやってるのは SNS 上だけでやってるの。ね、それで SNS 上で何をやってるかっていうと大津屋がね帰れる手はずを踏んでやってるのにやってるのに変わらないわけ。要は規約違反をしてないのに、ね、変わらないわけ。それは総務省がそういうふうに判断してるよっていうふうに見せかける見せ玉です。 規約をよく,よく読めば分かります。警視庁の人間は、ね、規約を見てください。総務省に届けられている規約を総務省からいただいて見たほうがいいです、その変更でね。だから大津やかが勝手に解任とかできないの、一人で、届けてできないわけ。ね、それというのは政党民主主義に反するから、それをやっちゃダメって政治資金、えー、政,政党女性補助になってるわけ。 だから法人格を付与して、ちゃんとした法人ですよ。ちゃんとした人たちですから、そこに <laughs> 振り込んだお金はね政治活動に使われるんです。犯罪には使われていません。だから振り込むわけでしょ。振り込んだ、ちゃんとしてる組織なはずなのに、今止めてるっていう手でしょ。犯罪集団じゃん <laughs>。犯罪集団ですよね。止めてるの。警視庁の人、分かりやすいでしょ。 口座凍結って言った瞬間にそのそ自分たちで犯罪集団ですよ、ね、犯罪がいる、代表者に犯罪者がいる、えー、集団ですよっていうのを認めちゃってるわけ。だから要は正当女性法違反してるってのを認めちゃってるわけ自分たちで、ね。それが4月6、4月12、5月10日こ、この辺でやったやつを7日以内に届けなければ、もしくは正当女性法違だったら翌日からか起算して7日以内に届けなければね。 それはあの、うん、とあの政党としての違反行為ですよっていうやつに関して届けてないわけ、ね、届けてないイコール、ね、争いがないと斉 <laughs> 藤健一郎に決定した事項を届けてないだけ、ね、だからそれは私は、まあえー、国民をくらかす行為だから許せないからやってってるわけ。 ね、何法の何っていうのは、えー、まあまあ言うとしたならば大津役の政党女性法違反じゃないかなと思うけど私はね私はそう考えるけど多分難しいと思うそれで持ってくるうなんでしょっぴくのは難しいと思うからねっしょっぴくのは難しいから34個に出してきてるわけそれねそれって8番のやつだけだから <laughs>。 ね、8番の7日いない作戦のやつだけで、えー、持っていくのは難しいでしょ、だから34個のラインナップをもも持っていってるわけ、例えば12番のやつなんて総務省のモールス、えー、信号プラス整形ゆっくりチャンネルってやつはこれね <laughs>、えー、衆議院補選に、えーね、代表者が定まってないのに衆議院補選に出せたわけね。 その出すときに、えーその出す、出すよっていうやつの決める、えー、要素としては、党首とプラス所属する国会議員だったわけ、多分おそらくね、そのときにね。じゃあ、党首が斎 <laughs>、ね、藤健一郎じゃないって言ってるのになぜそれを、えー、認めるんですか、戦艦が。大津屋が仲間以外考えられないでしょ、仲いいとしか考えられないわけ。 それが違法行為でなく届け出が違法じゃないって言った瞬間にはプロレスですね。例えば12番1つ取ってもね13番立花組というのは安全装置で要は投手が何も権限を失った時要はイコール権限を失ってるや 状態っていうのは、ね、権限 <laughs> 死んだ状態とかそういうことでしょ死人に口なし状態でしょそれと一緒のことを立、ね、花、えー、さんが間違って大津屋にポイントやっちゃったとするこれ間違ってないんだけど <laughs> 意図的にやってるんだけどポイントやったとするじゃない、ね、その瞬間に働くのが立花組という、ね、役員役員が安全装置として働くんですよ、ね、その役員として安全装置として働いてるやつをその安全装置を外しました大津屋が外しました 投手、ね、である大津彩が外しました無理なんです会でやらないといけないから1対1になるから少なくても <laughs> ね、えー、ね、そしてじゃあ前の人を連れてこようとした時にあ前の人をオーバーするだけ多数決でオーバーするだけ、えー、連れてこようとした時にそもそも役員,の役員がもうすでに4対1とか5対1だからその役員たちが指をくわえて見てるわけでしょ だからもう無理なのよ。だって大津屋がその役員を認めてんだから。追認した茶ちゃだから。ね。だから規約の変更を伴うときに、大津屋家1人対5人ぐらいいるわけ、もうすでに役員が。<laughs> どうやって規約変えるんですかね。簡単ですって。変え,変えれるのはみんな、大津屋派,派じゃなくて、大津屋も立花派だから。<laughs> 仲いいからできる。だから13だけでも相当いろんなことが分かってくるよね。立花組の行いだけでもね。 はい、そういういことになってくるわけ、まあ、まだ10分ぐらいしか見てないですがこれからも多分いっぱい出てくるから <laughs> まずね分かりやすいのは9月下旬に9月下旬に、えー、なんだ橘さんがもう給料払えないって言ってるけど、ね、じゃあ今までは斎、えー、藤忠樹に給料払ってきたんですかじゃあ斎藤忠樹は職員なのね。 職員なのに NDA かなんかやろうとしてるわけでしょだって大津やかは自分のところの職員で職員あなたは何やってたんですか職務上知り得た情報を持ってきてくださいよって言ってるわけでしょ、ね <laughs> ね、じゃあなんで立花隆の会社のや情報があるんですかそ,こは、ね、その瞬間に大津やかじゃなくてたね,さね、全然違う。ね 政治家女子48との職員なのに、立花隆,隆一人放送局という違う法人の情報を持ってきた瞬間に、ねあの、窃盗じゃん。<laughs> 立行窃盗じゃん。だからそれこそ警視庁の人間は、あれこれ、立花派の人間じゃないんですかってなるわけね、そもそもは。で、その立花派の人間が、ね、立、え、花、ー、隆一人放送局株式会社の情報をなぜ知ってるんですかって話になる。 ね、立花派の人間っていうのは、立花隆一人法則株式会社の人間じゃなくて、ね、政治家女子48党の職員だったわけでしょ、ね <laughs> ね、だってなるわけでしょ普通に考えてみればね。はい、立花派の人間なんです。そして、大津やかも立花派の人間なんです。<laughs> 大津やかも立花派の人間なんです。警視庁の皆さん、それでもうしっくりくるでしょ すべては、えー、プロレスだといえば違和感がすっと解消しますから皆さんねこれ見方ですから,だから直接的な証拠物がないから間接的な証拠物がたった34しかないですけれども、ね、今のところでもこの間接的な証拠物の34の 1, 1個ですら、ねえー、まともに私を論破した人いませんからね今のところまともにね。<laughs> まともに援護してくれる人はいっぱいいるんだけどまともに論破しに来た人がいないわけ講座的に奇跡名一緒とかね。 正党交付金の出てくるところの口座を変えたの入れるところの口座を変えとけばいいはずなのに山中なる一般人がと大津やかがで山中なる一般人が頭のいい人だったとするならばねえその給与システムを止めたらバレちゃうでしょ給与システムは別に止めないでおいて正党交付金が振,るま振り込まれるところの口座をか変えればいい話でしょねそれがバレちゃったわけでしょバレちゃったのにしでそして山中 なかな,かなる人物と大津かが離れたはずなのに7月の時も全く一緒の一緒の <laughs> おそらく名前がね番号は違うかもしんないけど名前が全く一緒のやつをやるわけ <laughs> ね7月のだから10月も12月も取り合わせますよそれ4回連続で4回連続で奇跡的に一緒ってなるかもしんないし <laughs> ならないかもしれないけどこれからやりますからねこれほら 4月,これ4月と全く一緒ですからこれは名前ね書いてる人のジムも多分一緒だと思うけどいいですかで警視庁の皆さん政治家女子48と政,女性えー政党女性金口こ <laughs> いうこれね講座名が全く一緒です。 だから、その講座を変えたりなんだりしてやっていく割には雑なわけですよ、これ、めちゃくちゃ雑な、奇跡的に一緒な、これだけ大騒ぎになってるの、に7月だよ、これ、7月、えー、7月のこの、ね、10日ぐらいじゃなかったかな、これ、10日の日っていうのは、もうこれ、大津やかの私の字じゃないですって言ってからこれ、これ、警視庁の皆さん、これ、大津やかが書いてないです。 それは、大津やかがツイッター上で私の字じゃないですって言って、それを、ね、やっぱり私の字じゃでしたなんて一言も言ってないんで、だからこれ、大津やかの字じゃないです。大津やか以外の人が代筆して届けている、大津やかが届けている可能性があります。わかりますか大津以やかの人以外の人がね、えー、だからこんな。 あのやつも書けないしそれ自分が出したかどうかすら言えないような人が、えー、警視庁のあなたの目の前にいるということです捜査員にいる大津彩華という女はねこの政党交付金の請求書のこの名前すらこの自分の名前すら書かない誰かに書かせているこれこれは別にねあの4月と同じだから、まね、自分で書くことできるよだけどね あえてて自分で書いてないなと見られるもしくは自分で書いたとするならば4月の誰か書いたやつに全く似せて書いているということ <laughs> ねこれねアンケート取った結果同じ人がやってるんですねっていうことになりましたから似せて書いているということになる大津屋がねだからこういうのを見ていけば分か,り分かるでしょ大津やかはもう立花隆の脚本に従って演じている女優なだけっていうこと、ねはい、以上です